どこに行こうか。秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい、あなたといたい。片親パン久しぶりに食ったら、まあ、俺逆に久しぶりに確かにうまかった、うまかったよ、うまかったけど、なんか昔ほどうまく感じなかった。なんか甘すぎた、あれ。普通のでかいクリームパンのが好き、なんかコンビニの普通のでかい100円のクリームパンのが好き。なんかちっちゃいのよりも普通でかいやつのが好き。なんか俺昔普通のクリームパンって、あの端っこのさ、クリーム入ってないところカスやなと思ったんだけど、なんか今食べると、なんかクリームパン今から食うぞっていう気持ちになれるからいいんだよね。あの味がしない部分食って、おまだかなみたいな、そういう楽しみ方ができるようになった大人になって。だそれすごい大人になったなと思った。おちょっとまだかなみたいな、この楽しみ方ができるようになったから大人になったなって。子供だったらさ、すぐにさ、クリームないとやだってなるじゃん。もう食って、おまだかなみたいな、おまだクリームないんだみたいな、逆に、クリームないんだみたいな。で中身食うじゃん。で最後真ん中の方ってクリームめちゃくちゃあるのね。だから真ん中一口食って端っこをまた噛むのよ。それだからおかずとご飯みたいな感じで、クリームがおかず、端っこの味がしないところがご飯みたいな感じで、真ん中を食って端っこを食うっていうのがね、一番美味しい食べ方なんですよ、クリームパン。クリームないとこ全部捨ててる、くれ俺の食い方真似しろ、捨てるな、お前は。でも俺パンの耳もね、好きじゃなかったの、子供の時。パンの耳好きじゃなかったんだけど、今めちゃくちゃ好き。私てか小学3年生ぐらいまで好きじゃなかったんですけど、そっから好きになったね。パンの耳ラスクみたいなやつを食うようになって、あ、パンの耳ってこんな美味しいんだってなった。